はい、皆さんこんにちは、ワタルギルビジです。今回はプレイステーションのゲーム沈黙の艦隊立浪編続きをプレイしていきたいと思います。ミッション8になります。米海軍第3艦隊司令マイケル・ボールドウィン少将が指揮する艦隊、これが相手になるということです。水上艦潜水艦の混成部隊ということなので、バランスよくですね、魚雷を持っていく必要がありそうというのがわかります。では早速ですね、魚雷を積んでいきましょう。はい、魚雷ですけども、マーク46の魚雷、マーク48、マーク50と3種類持っていきます。それにハープミサイル、それとシーランスミサイル、シーランス魚雷かな、これを持っていきます。デコイは4本、カッターは2本というところです。ではこれで出撃していきましょう。もうちょっと魚雷のね、搭載数を増やしていきたいんですけども、アップグレードに使うポイントが足りてないので、ここはね、今後ポイントを貯めて魚雷せめてね50本、55本ぐらい持っていければいいかなというふうには思います。早速ですが、敵艦が前方にいますね。まずこちらから先にアクティブを打ちました。シーランスを打ちます。すでにね、深度は10メートルまで上がっていますので、シーランスが早速撃てるという状況ですね。まずはね、最初に先制攻撃で敵艦を撃沈しておきたいと思います。ミサイル、魚雷命中、撃沈です。オクラホマシティでしたね。では敵の耐水ヘリに発見されたと思うので、まずは前方のオクラホマシティの爆破ノイズのあるエリアまで進出して、あそこで身を隠しましょうと思っていたら敵艦発見ですね。速度を落として、敵の、ちょっとこれは同じく水上艦と潜水艦ですかね、通常弾頭でまずは前方の敵水上艦を狙いましょう。でさらに敵の耐水ヘリから出た耐水弾、これを回避するためにすかさずですね、デコイを発射しておきたいと思います。グローブス撃沈です。まずはちょっと魚雷を回避するためにデコイを打ちます。回避できなかった。直撃。先行浮上率が3分の1に低下。まあちょっとこれはもうしょうがないですね。これ以上被弾は避けなければいけないので、そこはね、注意をしておきたいかなと思います。ではまずマーク50の魚雷ですね。これホーミングで出しましょう。さらに発射と同時に向きを変えて、次の敵の水上艦を狙います。これはハープミサイルでいいと思います。さらに敵の耐水エリアからまた耐水弾が撃たれていると思うので、これもねちょっとうまく回避していく必要があるという状況ですね。ルイブル撃沈です。ハープミサイルも命中。巡洋艦レイテガルフ、これを沈めてます。では速度を上げて、少し敵の、主力部隊がいるであろう方向へと監視を向けていきましょう。敵を完全に見失ってるんですが、耐水ヘリが出たようなので、その耐水ヘリが出てくる方向に敵の母艦がいると思って良さそうですね。このまま直進するとおそらく敵の母艦が潜んでいるエリアに到達できそうな感じがします。深度10メートル20ノットで、航行中、確実に敵の耐水ヘリに発見されたと思うので、ここはね、デコイを打って回避をしていきたいと思います。前方
敵発見と思われます。このまま進んでいきましょう。でこいで、まずは後ろから来るね耐水弾を回避します。で敵の耐水弾を回避するためにデコイを撃ちましょう。ちょっとデコイもね、もうあと1本しか残ってないという状況なので心配なんですが、そんな中敵を発見してます。高速艦ですね。潜水艦と、さらに水上艦も発見してます。まずはね、敵の水上艦、これが敵の機関か。アブミサイルが撃墜されましたね。では先に、せっかくなので、ホーミング弾で敵の潜水艦を狙います。速度を落として、撃つ体勢に入る。さらに、敵の耐水ヘリから耐水弾が出てますので、こいで返します。耐水弾が出たら、すかさず、優先弾で敵の機関を狙いましょう。マーク4発の魚雷、優先2本で出します。魚雷出た。命中するかな。こちらも食らっている。ここは確実に当てないとちょっと危険ですね。もうこれ以上、被弾はできないというところで、命中、2本。分を撃沈です。ちょっとヒヤリとしましたね。直撃を2発受けてしまったので、ダメージがその分蓄積をしてしまったというのはあったかと思います。では、次のミッションです。米海軍ジョージ・クルーガー大佐が指揮する艦隊。敵は空母中心の部隊編成になっているということです。なので、水上艦専用の、魚雷をね、多めに持っていきたいかなと思います。では、魚雷ですが、マーク464850と、6本、14本、4本と持っていて、ハープミサイルを16本持っていきます。先ほどの戦いで使ったデコイですね。これも4本補充しました。もうちょっと数が欲しいかなと思うんですが、まあそれはですね、魚雷を持っていける搭載数に限りがあるので、もうちょっと搭載数を増やしたらですね、この先、デコイの数も増やしていきたいと思います。さあ、早速敵発見してもらいます。このまま、深度100まで上昇、15ノットから20ノットの範囲で航行します。敵発見。これは、潜水艦かな？水上部隊、空母中心の編成ということだったと思うんですが、まずは、どうやら、潜水艦が先行してきてるようですね。空母から航空機も出ました。戦闘機が飛んできた方向、そこに敵がいると見て良さそうなので、敵の機関がいるであろう空母方面と監視を向けていきます。航空機から V が投下されているのが見えますね。なので、まあ、こちらの動きは筒抜けと思って良さそうです。さらに敵発見してます。ちょっとまずはホーミングで1本出して、その後はハープンミサイルが撃てるようだったらちょっと早めに撃ちたいですね。さあ、敵も魚雷を撃ち返してきてますので、ここはすかさずデコイを出します。さらに敵も
ピリ撃をしてきたので、ここはマーク50の優先弾で応戦します。命中。これが命中してくれると大きいですね。シンシナティを撃沈です。この爆発のノイズで敵の魚雷もうまく回避ができました。このノイズの中に入り込んで敵の主力艦のいる方向へと転打していきましょう。さあ敵にこちらの位置を削られましたね。ただこちらも発見しているのでハブミサイル、まずは通常弾頭で狙っていきます。これ敵の機関だと思います。違ったのか。いや、そうですね。命中。ただ、さすがに空母だとハープミサイル2発では沈まないですね。では、マーク48の魚雷、ここから水上艦船用に魚雷を切り替えます。手前にいるものから順次撃沈していきましょう。命中。太鼓ロンデが撃沈です。さらにハープミサイル、敵の護衛艦を撃沈してまいります。すかさず迎撃をしてくるので反発入れず撃っていきます。命中。ベイブリッジ撃沈です。やっぱハープミサイルかなり強力ですよね。ノイズの中に入り込んで隠れましょう。近いな。距離が近いのでここはデコイで対処します。デコイで回避して敵の空母の下をくぐりましょう。ちょうど敵の空母の下をくぐってすれ違う形ですね。その後こちらは敵の後ろについて魚雷を打ち込んでいくと、そういう作戦になろうかと思います。では敵の完全に後ろを取りました。モーニングで魚雷1本出しましょう。魚雷出た。命中。撃沈。スタークでしたね。では残っている空母、これを仕留めにかかります。この爆炎の中、優先弾を2本出して仕留めにかかりましょう。魚雷出た。命中。まだ生きてますね。爆発のノイズが動いてますので、ここはハープミサイルに切り替えて直撃を狙います。命中。まだ粘ってますね。ではさらにハープミサイル、1番艦2番艦から出た。ここは外れましたが、まあ、ただですね、ここはハープミサイル連発していきましょう。ハープミサイルが外れているので魚雷に切り替えます。優先で2本出しましょう。衝突コースに入ってますね。非常にこの敵空母の強靭さが際立っているというところではありますが、
ここは魚雷とミサイルと織り交ぜながら一挙に撃沈を狙っていきます。ハープミサイル4本出しましょう。命中。ようやく撃沈です。だいぶで、魚雷を使いましたが、こちらは被弾なく、敵の空母、打撃群を撃滅することができました。はい。というわけで今回ミッション7と8プレイしました。もうちょっとね、魚雷の搭載数を増やしていく改造を今後していきたいと思いますが、その様子は次回以降お届けをしていきたいと思います。